増田先生、よろしくお願いします。はい。さて、日本の菅総理大臣ですが、現在インドネシアを訪れ、インドネシアのジョコ大統領と会談を行いました。菅総理、外交に関しては未知数だと、就任当初言われておりましたが、先生はこの菅総理の外交にどんなことを期待されますでしょうか。よろしくお願いします。そうですね、まあ、期待、何を期待するかと言われると困るんですけども、そもそも菅総理はですね、官房長官をやられたわけで、まあ、いわばこの内閣のスピーカーですから、国内のですね、まあ、担当というとおかしいんですが、国内政治の、まあ、政府のスポークスマン、内閣のスポークスマンという立場であったわけですね。それからそれ前の政治、いろんな経歴から言ってもですね、国内、まあ、行政関係のお仕事とか、まあ、特にこの地方行政の担当をされたりですね、やっぱりやってこられたことがほぼ国内政治なんですね。そういう意味で外交上の経験がほとんどないということでですね、まあ、菅総理のこの外交上どういう力を発揮するか、あるいは何を期待するかと言われるとですね、なかなか期待もしようがないというのが正直なところですね。やはりこの今日本だけでは存在できないんで、国際協力、世界とのですね、いろんな持ちつ持たれつという関係でですね、どこの国もアメリカといえどもですね、トランプ大統領はアメリカファーストとは言いますけども、アメリカだけでですね、この経済も政治もやっていけるわけはないわけなんで、まあ、まさにグローバル時代ということなんですが、まあ、そういう時代ですから、一国の指導者、総理大臣、一国の首相というものはですね、やはり国際的にこの知名度が高く、かつそれぞれの国の指導者、まあ、特に、まあ、先進国あるいはまた大国のですね、指導者との、まあ、関係、深い関係を持つことができる、そういうですね、その指導者というのが、まあ、望ましいわけですね。まあ、その点、7年と8ヶ月ですか、日本の憲政史上最長の内閣、長期内閣をですね、やってこられた安倍晋三氏はですね、非常にこの国際的知名度が高くですね、特に、まあ、先進国、大国、まあ、ナンバーワンアメリカですが、アメリカのトランプ大統領との関係はですね、非常にその親密ですし、それから次の大国は、まあ、中国、習近平主席なんですが、まあ、ある意味ではですね、トランプ大統領とは違った意味でのですね、まあ、深い関係というか親密さがあると。これは幹事長である二階氏、二階幹事長のですね、まあ、働きによるところが多いわけなんですが、二階さんは、まあ、中国通と言ってもいいぐらいで、非常に中国をよく理解し、相互理解を深めてられる方で、まあ、将来日本と中国との関係ということからですね、まあ、真剣に中国との関係を深めてこられたこの二階さんがですね、まあ、安倍内閣のバックについてですね、中国関係も後押しをしたという、まあ、そういうこともあってですね、まあ、
日本の総理としてはですね、非常に中国との関係がうまくいっているということ、それから、まあ、次の、まあ、大国というか強国というか、まあ、軍事強国と言ってもいいと思います、まあ、政治強国と言うべきでしょうが、ロシアのプーチン大統領がいますが、まあ、プーチン大統領と安倍さんとの関係はですね、この首脳会談の回数から言ってですね、まあ、桁違いにですね、回数が多い、まあ、それぐらいですね、たびたび会談をしているということで、うん、まあ、何はともあれですね、30回も40回もですね、まあ、首脳会談あっていればですね、何かとですね、相通ずることができる、通ずる中になるもんですね、人間ですからね、そういう意味で、プーチン大統領からのですね、まあ、信頼も深いということで、では日本にですね、安倍前首相総理に代わるようなですね、方がいるかということなんですが、まあ、今菅総理大臣なんですが、これは今言いましたように全く外交関係経験、あるいは知名度、海外における知名度というのは、まあ、ゼロに等しいわけですから、まあ、これはもう月とすっぽんぐらいの違いがあるわけで、では、まあ、安倍首相前首相にですね、まあ、継ぐような人がいるかと、いうことになると、まあ、安倍さん、まあ、オリンピックじゃありませんけども、金メダル、銀メダル、銅メダルとこうありますが、まあ、安倍さんが、まあ、金メダルということになると、銀メダル、銅メダルに値する人は日本のどの政治家かという話になるんですが、これはまあ私の意見ですけども、まあ、銀も銅もないんですね、全くなくてですね、まあ、そうですね、5位か6位か、まあ、よく言って5位ぐらいですかね、ぐらいに、まあ、匹敵するのが河野太郎さんですね、安倍内閣の時の、まあ、外務大臣をやられて、防衛大臣をやられて、それで今は、地方行政担当の国務大臣をやられてますが、この河野さんはですね、まあ、大学がジョージタウン大学というアメリカのですね、世界中から政治家になりたい人が、まあ、やってくる大学ですが、そこで卒業されてですね、その頃の仲間も今それぞれの国のですね、まあ、トップになってるという関係もあって、そういう意味では非常に世界中に顔が広いし、それから今現在のそれぞれの国のですね、指導者あるいは官僚という中にですね、人脈があるというようなことからですね、まあ、河野さんあたりになると、で菅さんに何を期待するかというと、まあ、正直言って期待できないんですが、菅さんが総理になられるとき、私は安倍内閣を継承するんだと言われましたが、これが まさしく菅さんのお仕事で、まあ、来年、10月に総選挙があって、多分私は安倍首相が返り咲くというふうに見てますし、また期待してるんですが、そこまでですね、つつがなく、この続けていくというのが菅さんのお務めだから、今さらですね、何も菅流の外交政策とか、菅流の国際戦略とかはやる必要がないんで、今まで築いてきた安倍内閣を間違いなくこの継承して次につなげるということですから、あまり国際的なあるいは外交政策で期待するところはないというふうに、まあ、私は思っております。はい、増田先生どうもありがとうございました。はい